夏休み。夏休みは、教育機関や企業などで、夏の間、授業や業務を休みにする休暇のことである。主に7月下旬から8月の終わり頃までの長期休業である。夏休みは温帯に属する国々を中心に広く実施されているが、その目的は各国によって異なる。夏季の初熱の回避が主因となることが多いが、学時年度間、アメリカ合衆国。 夏季の伝統的な慣習の存在など、他の要因が実施の副要因となることも多い。日本の教育機関の場合、正式名称は夏季休業といい、校舎などに冷房設備がない場合が多く、太平洋高気圧支配下での事業が初熱により困難なので、その間を休業とするためとされる。そして、その期間に期待される教育効果の主たるものは、 普段学校では体験することのできないことへの児童、生徒の挑戦とされる。また、以下のような目的も考えられる。企業などでも、従業員、構成員を一斉に休ませ休業する場合の、夏季休業、ないしは、従業員、構成員が、下記に取得することのできる夏季特別休暇、夏季休暇を平たく言う場合、このように称する。その目的は、以下とされる。 小学校、中学校、高等学校の夏休み期間は全国一律ではなく、その土地の気候や風土により期間の長短がある。公立小学校、公立中学校の場合、学校教育法施行令第29条に基づき、日数は原則として学校を管轄する市町村の教育委員会が定めている。大学の場合は、カリキュラムや前期試験。 中間試験の時期により異なる。九百三十九年以降の戦時下においては、夏休みの故障が廃止され、新進鍛錬の期間とされていた。夏休みの期間は、日本では七月下旬から八月下旬までが、一般的である。北海道や、北、東北、長野県、岐阜県産幹部などの寒冷多節地域では七月二十一日から八月二十日頃までとし、し 北海道は基本的に7月26日頃から8月18日頃までが多い長野県の小学校には春と秋に中間休み実施したり間中休みを実施する学校があり計画休業など長期休業以外の休日もありその短さを補ってはいるが2002年度の小学5年生の実績では年間授業日数は全国平均200日のところ 長野県では2百0日となっている。ただ、近年は30日以上の夏休みを取る、小中学校も増えている。関東以南の地域においては、従来は7月21日から8月31日とするのが一般的であった。しかし2002年に始まった週5日制や、ゆとり教育により特に高等学校で授業時間の確保に迫られたことや、 エアコン完備の学校が増えたことにより、高等学校を中心に夏休みを短縮する学校が増え始めた。2011年以降は、脱油取教育によりさらなる授業時間の確保が求められ、公立小中学校においても夏休みを短縮する自治体が増えた。なお、中学校や高等学校では、 私立校や進む学校を主体に夏休み中も夏季講習などの課外授業で通常と同じように登校するといったケースあり、休み期間は実質的に10から15日程度しかないというところもある。一部の大学付属高校などは7月上旬から9月上旬の約2ヶ月と長めに夏休みが設定されている。これは大学受験の必要がないことにもよると考えられる。 教職員の夏休みも児童や生徒と同じく長いという印象を一般的にもたれがちであるが、教職員が個別に研修の名目で教科に関連した自己啓発などを学校外で行うことが多かったことも響かしているとされる。ただし2002年頃からこの研修の運用状況が問題視されるようになり、完全週休,休2日制となった2002年からは、 授業やホームルーム活動がないことを除き、教職員は通常通り勤務している。実際に与えられる夏期休暇は事務職など一般の公務員と同様に4日程度であり、7月から9月の間に各自の判断で取得し、それを超える休みを確保するには年次有給休,休暇を当てねばならない。単純比較はできないが、連続で休暇を取れるのは最長でも、 土日込みで6日間程度と、夏期休暇に恵まれた大手企業のサラリーマンよりもむしろ短いことも多い。また、この時期、特に7月下旬から8月上旬には部活動の各種大会、合宿、遠征などの行事が集中し、例えば、高等学校では、全国高等学校総合体育大会、全国高等学校野球選手権大会、全国高等学校総合文化祭が、 中学校では総合体育大会が行われ、教員は大会の引率や大会運営等に当たることもる。また、教員の公務文書に関連した会議や研修などで出張することもある。したがって、勤務してはいるが学校には不在であることも多い。夏休み期間は各大学、短期大学、高等専門学校で異なるが、おおむね7月末。 または8月初旬頃から9月末頃の2ヶ月くらいである。一般的に小学校、中学校、高等学校のそれよりも長めに設定されていること多いが、近年の大学改革で1コマあたり正確に15週授業を行うことが求められるようになり、小学校、中学校、高等学校と同等以下の期間になっている大学もある。かつては、 7月10日頃から9月10日頃の大学が多かった。先週学校の夏休み期間は7月から9月の間に1ヶ月から2ヶ月くらい設ける学校が多い。受験する予定の各種資格試験、国家試験の受験日によっては、夏休みが1週間しかない学校、学科もある。日本では、月遅れ本に合わせ8月15日前後に、夏季休暇を設ける企業が多い。 休業の形態は、全社的もしくは事業所単位での一斉休業の場合と、従業員ごとの交代制を取る場合とがある。観光庁、金融機関、病院などはおぼんの機関でも小読み通りの勤務となる。ため、校舎の方に該当する。企業によっては、連続休暇とせず、ある一定の日数を7月から8月の間に、断続的に取得させる形態もる。 四勤二休などの交代勤務が導入されている製造部門などでは夏休みがないことが多い。その一方で夏季の電力需要を抑えるため創業調整を行い、お盆休みとは別の休みを取るところもある夏季連休か土曜日や祝日の一部を勤務日に変更し、その分の休日を夏季休暇に充当して大型連休にするところもある。近年、 夏季休暇を旅行などの目的で取得する人を中心に、旅行料金の下がる8月下旬から9月に休暇を取る人が増えている。一方で、鉄道、バスなどの運輸事業、旅行代理店や飲食店などのサービス業では、この時期はむしろ書き入れ時なので、夏季休暇をベ日、ツピ、6月下旬から7月もしくは8月下旬から9月に交代で取ることがい,い、全くないという企業もある。 平日の帯番組を担当する司会者も、この時期に合わせて、夏休みを取ることがある、徳田ね、の小倉智明、宮根屋野宮根誠治、報道ステーションの古立一郎などが、その一例。アメリカ合衆国の学校では主に6月に、夏休みが始まり、週や、地域、学校によって異なる、学校年度の始まりが9月になるため、それまでの2から3ヶ月間が、 夏休みの期間となる。宿題はないが、その代わりとして、サマースクールを開校する学校や州がある。一方、社会人を対象としたビジネススクールなど高等教育においては、総修学期間の短縮のため、夏休みを設定しないこともしばしばある。アメリカでは、人口の大半が農業に従事していた時代に、 子供たちが収穫の手伝いをするために夏休みができたという話が広く知られている。しかし実際は20世紀初頭、当時は脳は筋肉でできており、手足を酷使しすぎると怪我につながるように、勉強のしすぎは脳の発達に悪影響とみなされたため、夏休みが設けられたとされる。スウェーデンの学校では次の学児年度が8月20日。 以降の最初の月曜日に始まるため、それまでの2から3ヶ月間、6月中旬頃に開始が夏休みの期間となる。宿題はない。しかし、レポートの提出が求められるケースがある。韓国では、学児年度は3月に始まるが、に学期制である、小、中、高校の夏休みは、日本と、ほぼ同じく7月中旬、または、下旬から8月下旬までとなっている。 一方、大学、大学院では6月末、または7月初めから8月下旬までとなっている。大学、大学院は3月入学と9月入学を併用しているため、8月中旬にも卒業式が行われる。中国では次の学児年度が9月に始まるため、それまでの2ヶ月間、多くは7月中旬頃に、開始が夏休み、初夏の期間となる。 大学では6月20日ぐらいに始まる。インドネシアは国土が赤道近辺にあるため、季節としての夏を特定できない。オランダ植民地時代の名残か、学児年度が9月に始まるため、その前2から3ヶ月間を長期休暇としている。なお、現在、インドネシアは兄が期制を採用しており、前期と後期の間の1月も1ヶ月間の休暇となっている。 フィリピンの学校では次の学児年度が6月に始まるため、それまでの2ヶ月間、4月から5月が夏休みの期間である。タイの学校では、進学年度が毎年の5月中旬から下旬に始まるため、それまでの約2ヶ月間、3月終わりから5月中旬が夏休みの期間である。北半球と夏冬が逆転するため、夏休みは、 クリスマス時期から1月、2月にかけての例が多い。それに合わせ、学児年度を1月から始める例も多い模様。夏休みの宿題として出される主なもの、主に小学校、昆虫採集、工作などといった通常では困難な作業を休業を利用して行う。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。